スマーティー・ジョーンズは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。ペンシルベニア州のサムデイ・ファームで生まれ、馬名は、共同馬主、パトリシア・チャップマンの母であるミリー・スマーティージョーンズ・マクネアから名付けられた。当初は、ボビー・カマック調教師の旧社に預ける予定であったが、カマックが殺害されてしまったため、2003年に、ジョン・シャービス調教師が管理することとなった。シャービスは、 無名の存在であった。2歳となった2003年7月にスターティングゲートの練習をしていたところ、スマーティージョーンズはゲートに頭部を打ち意識不明となり、頭蓋骨骨折でニュージャージー州の家畜病院で3週間入院、牧場で1ヶ月以上休養したところ無事回復し、競争に使えることとなった。その後はトレーニングを重ね、11月9日に、 ペンシルベニア州のフィラデルフィア競馬場でデビュー戦に出走することとなった。騎手はカナダ生まれのスチュワートエリオットで以後すべての競争で手綱を取ることになった。デビュー戦では7、3、4場審査で圧勝すると2戦目も15場審査で圧勝。年が明けて3歳となった2004年1月に上級ステークス競争であるアケダクト競馬場のカウントフリートステークスに出走すると またもや小馬審査の圧勝で、ケンタッキーダービーを目指すことになり、以後参戦を挟んで、ケンタッキーダービーに駒を進めた。アメリカ合衆国最大の競争である5月1日のケンタッキーダービーも、単勝一番人気に個体に3、4馬審査で優勝。騎手、長教師ともに、同競争は、初出走での勝利であり、25年不利の快挙であった。 また1977年のシアトルスルー以来となる無敗での勝利でもあった。賞金85万4800ドルに加え、レベルステークス、アーカンソーダービー、ケンタッキーダービーの3競争を優勝したため、オークローオンパーク競馬場から500万ドルのボーナスが支給された。ケンタッキーダービーはアメリカ三冠競争の初戦でもあったため、 スマーティー・ジョーオンズは残るアメリカ三冠競争に出走し三冠を目指すこととなった。5月15日号のスポーツ・イラストレーテッド氏の表紙を飾った同日に行われた三冠競争第2戦のプリークネス・ステークスは11 1 2場審査の圧勝で三冠に大手をかけた。プリークネス・ステークスの圧勝劇でスマーティー・ジョーオンズの人気は沸騰し、 バッシュには4000万から5000万ドルという売買のオファーがあったという。1978年のアファームド以来となる3観を目指したスマーティー・ジョーンズであったが、6月5日に行われた3観最終戦のベルモント・ステークスでは12万319人というベルモント・パーク競馬場のレコードとなる観客動員数を記録したが、単勝37倍の福兵バードストーンの2着に敗れた。 その後も調教を受けていたが、同年8月2日、虚骨の万世座賞により引退した。同年は、エクリプス賞最優秀3歳ボバを受賞した。競争場引退後の2005年より、ケンタッキー州のスリーチムニーズファームで種ボバとなっている。初年度の種付け料は10万ドル。2005年には、ダンスパートナーが種付けしており、その3区も誕生している。 逆輸入場のため外国産場扱いとなっているものの、ヤシロ大ファーム名義で生産となっている。2011年からは、生まれ故郷のペンシルベニア州に移動し、この年は、ゴーストリッジファーム、翌年からノースビュースタディオンステーションで、つなぎようされる。初年度にダンスパートナーの配合相手に選ばれた、事例にあるように、国内外から、多大な期待を集めていたが、 当初の期待を大きく下回るン区成績となっている。種付け量も1万ドルを割り込むほどに下落した。日本で調教された主な産区には、いわゆる持ち込め馬として、日本で生まれ、プロキオンステークス、カペラステークスを買った敬愛ガーベラがいる。アルファベット順、車体は国内 G1 等イルシブクオリティは、種付け量10万ドルを誇る一流シュ馬であったが、 競争場時代に芝1マイルのコースで1分31秒6という世界記録をマークこそしたものの当時は無名の存在だった。スマーィジョーンズは2世代目の3区となる。母アイルゲット・アロングはステークス競争を含む北米12勝を挙げている。ありがとうございます。